いどうも、関西クラクラクラブのコミーです。さて本日はちょっとねいつもと趣向が変わって、クラクラの便利ツールのご紹介、こちらをね、やっていきたいというふうに思います。で、今 Google の画面開いてますけども、こんな感じでクラクラポコノリっていうふうにググってみてください。そうするとポコノリさんっていうクランのこのアンギア日記っていうのが出てきます。で、基本これはね弁蔵さんっていう方が更新してくださっているそのブラグになるんですけども、この一番上にある、お前あれ何発で倒せるの、これがね、本日の一番メインで紹介したいツールになります。で、合計3つのツールがあって、これ以外にもね全部それ簡単に紹介していきたいと思いますので、まずはねこの一番、メインで紹介してこのツール、クリックしてもらうと、この、お前あれ何発で倒せるののブログ画面に飛びますよね。もう一回この画面クリックしてください。そうすると、ソフトの画面に移ります。基本これは私ね、iPad だったり Android 端末両方で試してみましたけども、ちゃんと機能しますんでね、まあ、端末に、なんていうのかな、よって使える使えないは多分まあそんなないんじゃないかなというふうに思います。で、どんなツールかっていうと、これ、各タウンホール帯におけるユニットの強さが全部一目瞭然でわかるんですね。今これタウンホール12、ここですね、ちょっと見てもらいたいんですけども、タウンホール12のね、ユニットをこう選択してるんですが、11、10ってやると、例えば10だった場合、ちょっと画面戻しますね。10の、バーバリアの最大レベルは7ってことですね、っていうことがこう分かります。で、その時のバーバリアンの強さが分かるわけですよね。で、これは別にバーバリアンだけではなくて、アーチャーであったりジャイアントであったり、まあ、もちろんドラゴンであったりラバーハウンドであったり、こうね、全てのユニットのこう強さっていうのがタウンホールごとに一番レベル高いのでいくつになるんだろうっていうのがこう見ることができます。これまず便利ですよね。で、さらにその上で、ちょっと12に戻すんですけども、この右側の、防衛施設の絵が描いてあるところ見てください。例えば、バルーンで言ってみましょうかね。バルーン、これは、大砲を1体で壊せる、まあ当たり前ですよね、対空施設なんで、対空攻撃ができない施設なんで、バルーンだったら1体って、当然壊せます。で、次アーチャータワー見ていくと、アーチャータワー、まずこの長射程の方を見てみましょうかね。季節と同時に攻撃開始の場合、1体で壊せるらしいですね。まあ多分ちょっとかなり際どくなると思うんですけども、1体で壊せる。で、攻撃する範囲の射程ありますよね、アーチャータワーの。この外から出した場合には3体で壊せるってことなんですよね。ピッピッピッとこうアーチャータワーの攻撃を受け続けますけども、3体ポンポンポンと出せば、一番そのアーチャータワーの、攻撃範囲の外側から出しても3体で壊せると、まあ、いうことになります。当然、クラクラってね、防衛施設と1対1でこう対峙する場面って、まあ、そんなに多くないと思うんですよね。別の施設からも、まあ、同時にダメージ食らっちゃうということは多々あると思うんですが、あくまで1対1でやった場合にはこうですよっていうのが、まあ、これでわかりますね。で、まあ、どんな時に有効なのっていうと、サイドカットですよね。例えば、まあ、最近の流行りの配信なんか見てみると、壁の外に防衛施設があって、で本当に、なんていうのかな、もうすぐ真横からユニットを出せるような、状態だったりもするわけですよ。そういう時に、じゃあアーチャータワー邪魔だからカットしたいなと、バルーン何体出したらいいんだろうっていう時に、3体も4体も出す必要ないですよね。これ見れば、タウンホール12のレベルマックス同士であれば、アーチャータワー、壊すのにたった1体のバルーンでいいってことです。まあ、黒風船や赤風船のリスクを考えても2体あれば十分ってことですね。そういうのが簡単にわかります。で、一方でこれ、実はね、ここ、ヘイストやレイジも、使う時の、なんていうのかな、これ、使った場合どうなのっていうデータも、同時に見れます。例えば、レイジを使った場合、ユニットの攻撃力がこうググンと上がりますよね。わかりますかね、これないとありで全然違うっていうのが。で、そうなった場合、見てもらって分かる通り、あらゆる施設をバルーンは1体で1体1発でこうどん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 壊していけると、まあ、いうことが分かるわけですよね。攻撃力の一撃の攻撃力もこう出てくるので、秒単位な、もう秒間攻撃力だけじゃなくてね、これが本当にすごい、情報の深さだと思いますね。ヘイストなんか使った場合もそうですね。何体って倒せるのっていうと、まあ、こういう風に回数が変わってきます。あるなしで、こういう風にね。
で、よくサザンクロスとか、インフェルノタワーが孤立してるような、配置ありますよね。こういうのって、じゃあ、バルーンだったらどのぐらいで、まあ、倒せるのっていうと、普通に何も呪文使わなかったら、今一番上に出ているこの対地対空の、クロスボウ、バルーン5体で倒せるっていうことなんですよね。で、一方でここインフェルノタワー行ってみると、インフェルノタワーは4体で倒せる。まあ、つまり、バルーンにとっては実はインフェルノタワーよりもクロスボウの方が、まあ、天敵になるわけですよね。っていうのがこれからまず分かるっていうことと、じゃあ、ヘイストバルーン使ったらどうなんだろうっていうと、ドンですね。対地対空の、クロスボウであってもヘイストバルーンだったら、射程範囲の外から2体で破壊できると。でインフェルノタワーにおいても、射程範囲の外から、複数攻撃であれば、5発で破壊。これはどうなんだろうな。5発で破壊だと1体じゃ厳しいんじゃないかな。ちょっとこれ検証がいるのかもしれませんけどね。でもまあ、一撃の攻撃力だったりとか、あとはなんだ攻撃の速度っていうのがね、これ全部載ってますので、それ見ていくとね、まあ、大体どれぐらいの、時間で、どれぐらいの攻撃ができるのかっていうのがまあ分かりますから、自分でねそう検算もすることができると思いますね。ちょっと見た感じこれ、レイジーを使わないとインフェルノタワーはさすがにバルーン1体じゃ倒せないんじゃないのかなっていう気がするんで、少しねこれは私も今見ていて要検証かなというふうに思いましたが、ただね大砲とかアーチャータワーとか、まあそういういくつかの施設は、まあゴブリン村なんか使って私もちょっとこう検証してみたんですが、基本的にはね検証した中では、ここに書いてある情報と、まあそういったのはありませんでした。いくつかねやっぱり信じられない部分もあったんですけども、本当その通りだなっていうことがやってて分かりましたね。まあ、落下ダメージまでちゃんとねこうバルーンの場合死亡時ダメージまでこう左上のところにこう乗ってきているので、こういうのもちゃんと見ていくとね、ここですね、どれぐらいのダメージを、どの施設に与えられるかっていうのは、まあ、ざっくりね、自分でまあ検算できますんで、まあ、これだけに頼らずね検算も しながらしっかりねプランニングを組んで、攻めていくのにこういうツールぜひぜひね使ってもらいたいなっていうことと、まあ、そもそもどのタウンホール帯で、まあ、どれだけの、ユニットレベルまで、ユニットを育てられるんだろうっていうのが、まあ、このサイトで分かりますんでね、まあ、それだけでもすごく優秀な情報だと思いますんでね、ぜひ皆さん一度、アクセスしてみてもらえたらというふうに思います。で、もう一個ちょっと戻りますね、戻るんですけども、2つ目のツールっていうのはこれクラクラの、サイクル確認アプリってやつですね。で、これね、これも面白いんですよ。よくクランゲームの、なんていうのかな、おじさんが来る場所の左側っていうか、なんて言えばいいんだろうな、魔法のアイテムをエメラルドで売ってくれるおじさんがいますよね。毎日こう3個ずつラインナップが変わっていくやつ。あれはね、これ、わかるんですよ。今、販売中の、ものを選択すると、売り出される商品が次どういう風に回っていくのかっていうのが、ぜひね、これも使ってみてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。特にヒーローの本とかね、あとは、訓練を終了させるような、アイテムなんていうのは、エメラルドをね、使うよりも全然本を使った方が安上がりですからね、ちょっと待ったら来るのかななんていうところを見てもらうのに、まあ、すごく便利なツールなんじゃないかなっていうふうに思います。で、さらに3つ目。これですね、クランリーグのメダルですね、メダル計算機。どれだけの戦果を上げればどんだけの報酬がもらえるのかって意外と皆さんねこう分かってない方多いと思うんですよね。てか私も分かってないんですけど、これをこの計算機をね使うことによって見極めることができます。なので報酬をねどれくらいもらえるのって、まあそれはクランゲームあとクラン対戦リーグが終わればね、まあ必然的に分かるんですけども、事前にね計算しておいて誰に振り分けようかなとか、あとは魔法のアイテムをどれぐらい買えるのかななんていうこともね、計算するのに、非常に便利かなというふうに思います。まあ、なのでね、まあ、この3つのツール本日紹介しましたけども、
すべてこれあのベンゾーさんが作ってくれていて、でポコノリさんのこの、ブログの中に、全部こうまとめて入ってますんでね、この、ポコノリさんの、ブログぜひぜひねブックマークしていろんな場面でこう役立ててもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますので、よろしければぜひご参考ください。はい、というところでね、本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。